We are Team 4 Egg のこたつです。太郎です。あまりのです。若葉です。マシコです。エンです。MC です。おとはです。今回ね、8人全員のエッグを発表していきたいと思います。イエーイ。これは感じない。レッグ完成です。うわやば。はい、とりあえずメイクはこちらで終わりです。完成形はお楽しみに。僕は羊の格好してます。うん、かっこいい。はい、私はテレサ姫をさせていただきました。はい、めっちゃかわいい。オットハです。こんにちは。今からハロウィンメイク第2弾やっていきたいと思います。これは今回ね、狼男さんになるので、なんかね、目をガッとやっていきたいと思います。はい、こちらセザンヌ極細アイライナー R10 ブラックでガッてやります。もうね、メイクはほぼ普段のメイクをした状態です。はい、こんな感じですかね。といつもより二重のダブルラインも濃いめに描いておきましょうかね。MC が使ってたビーダム流パレットアート B フェイス、フェイス&アイって書いてるわ。フェイス&アイ&リップメイク。生かされるのか。もうね、普段のメイクをちょっと濃くしてるだけなんですけどね。こんな感じです。じゃあね、ちょっとグロいの苦手なんで、グロいのとかメイクとか全然わかんないんで、インちゃんやってください。じゃあ行きます。毎回恒例のね、永遠のアイスのことエンデッドすっぴんです。と思う。ママン。はい、これ置いて。ママンやって。はい、てなわけで最初ね、あの狼なんでちょっとかっこいい系で、目元に模様をこっち側に描いていこうと思います。はい、なので口をフィーリングでいきます。こんな感じ。かっけー。俺の中二心が騒ぐぜ、姉ちゃん。こんな感じですかね、模様は。かっこいいです。ありがとう。口元をちょっと狼なんで避けようと思ってて、はい、はいはい。ちょっと私もそんなキスメイクが得意って言われたら全然得意じゃないので。はい。あ、カラコン。あ、そうや、カラコン忘れてた。今シャンティエンチャンズメイク。じゃあ今からこちらのシャイニーエッジワンディアシストさんのやつですね。これを入れていきます。こういう感じでね。はい、カラコン入りました。はい、今からケツメイクをさせていただきます。お願いします。じゃあ先ほどのね、もう何十回登場してるでしょう、こちらのフェイスパレット使っていきます。の赤でちょっとね、てんてんてんと。次、はい、こちらの先ほどなんかもうあんたが勝手に使ってたパレットアートのやつです。の、まあ、赤をちょっとトントンって、赤とこちらの色をね混ぜていきます。こちらをちょっと上とここの隙間に黒でちょっと縁をちょっと描いていきます。じゃあちょっと縫い目が見えるんですね。で、ここでさらにさらにですか。見てすごいべ。小学生か。あ、すごいね。よかったわ。うん。ここでまあさらにね、ちょっとね、白を使うんですね。白。そう、白を使う。白使うんですか。白使います。これでどうですかね。避けてる感じ。いてー。血のり使っていきます。なんだっけ、パニックブラッドカラーグロスリアルレッドってやつあるらしいです。こういうのでちょっと血をね垂らします。どうぞ。これどうですかね。こんな感じですね。うわ、もうあなた一回確認してください。何人取ってきたんだろう、これは。268人。もう一度反対側をね。あんた。おか。
って感じですかね。どうですか。素晴らしいです。音羽の要望でキズメイク首元にしてほしいってあったので、はい、今からバチバチ大げさにキズメイクをやっていきたいと思います。なのでティッシュを用意してください。駆けむしったような傷跡をつけてくれ。なのでこちらつけまのりです。こちらね、よくあるですね。こちらを首に。結骨が綺麗なんだってマジやね。舐めたい。おばちゃん、おばちゃんか。こちらザーセムのね、あのファンデーション使ってちょっと引いてみしようかで、今こんな感じでね、はい、肌色が馴染みました。お、ね、こちらのパレットを使っていきたいと思います。こちらの茶色とかね、黒とかを混ぜてグロテスクな感じで攻めていきましょう。で、まあ、こんな感じで縁をねちょっと触らせる感じにして、さらにこちら先ほどのフェイスパレットで、またちょっと赤でねトントンと。万能ですねそれね。これ万能ですね。こんな感じかな。ででーん、うわ、グロー。かい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 。かな。オッケー。で、ここにさらにさらにさらにですか。十分じゃないですか、これでも普通のりをね、つけて入れましょう。マジ、服がこんな感じでどうでしょう。最高です。ありがとうございます。うわ、すごいですね。この駆けむしった感じから完璧です。ありがとうございます。じゃあお次はね、赤ずきんちゃんのえんちゃんに交代していきたいと思います。レディゴー。やっと番が持ってきました。えんのりすことえんです。どうも。てなわけでウィッグかぶるのでね、玉ねぎでやりましょう。玉ねぎ。お、玉ねぎ。それではね、私はもう普段、これはもう普段メイクにつけまをつけただけなので変わらないです。これにちょっとキズメイクやら、ちょっと音ちゃんと狼なので、狼赤ずきんなので、音羽のこっちのメイクをこっちにお揃いでやっていきたいと思います。こっちはこれや。はい、こちらね、先ほど音羽の時出てきましたセザンヌです。センザンヌの極細アイライナー、こちら使っていきたいと思います。こちらをね、もう音羽と一緒に感じでグイってこっちに描いていきましょう。こんな感じでいきましょう。もう雑オブ雑。次ね、ちょっとその赤ずきんが可愛らしい赤ずきんじゃなくて、ちょっとなんて言ったらいいかな、狩人、その赤ずきん助けるその漁師さんいるじゃないですか。あれと赤ずきんを、ま、もうミックスしてる感じにしたいんで、男勝りみたいな、そういう感じ。男勝りの赤ずきんなんで、ちょっとここにこう汚れとかを付け加えていこうと思います。先ほどからとてもとても出ておるドンキの500円のねパレットを使っていきます。茶色系を適当オブ適当で塗っていきたいと思います。次ね、またキズメイクでちょっと狼と戦ってフライアウェイな感じなので、ティッチ使ってここをねゴリッてされた感じで、ゴリッてされた感じでメイクしていきたいと思います。でこちらね、先ほどもうこれもたくさん出てきておりますつけまのりですね。これをね塗っていきます。先ほどのね、こちら先ほどたくさん使っておりますフェイス、こちらのペイントをやっていきましょう。で最初はね、こちらのちょっと明るめの赤から使っていきましょう。こちらのパウダーはさっきのドンキのパレットの茶色とかでね、周りをピピピッてしていきます。
こちらのファンデーションさ、セムのファンデーションとかで上からちょっとあの肌がこうえぐれてる感じの皮膚感を出せると思うので、ぜひやってみてください。ここで引っかいた感じで、そしてね、こちらのねブラッドカラーグロスの血のりで、さらにちょっとテカリも加えつつ垂らしつつでいきましょう。マットリップ、こちらね、なんか外国のやつでこれ借ります。私のイメージはちょっと大人っぽいけど、ちょっと強気な女の子でセクシー系でいきます。なのでこんな感じでどうでしょう。そしてまあこれからウィッグかぶってなんやかんやしたら完成です。それでは音縁の完成形はこちらになります。レディーゴー。はい、ダー音派です。縁です。音縁です。イエーイ。はい、今回音縁は赤ずきんと狼男です。ということです。ちゃんと伝えておきます。イメージでは、まあ、戦ってる感じだね。狩人と、まあ、岡崎をミックスした男気があるって感じでやっております、はい、戦う女の子です。そうで、勝って、まあ、鎖と、はい、あのね、こういうリードで繋いでるっていう感じの設定になっております。めちゃめちゃ動きやすいんですけどね。わー。今までね、あの、はい、太郎アマリザで、M 氏若葉と続き私たちですよ。で次はなんと我らのね、もう代表的なペアといったら、はい、そうですね、コタアミです。コタアミの番なんです。よければね、次明日ですね、明日投稿になりますので、よければ見てください。バイバーイ。バイバイ。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。ハッピー。